迎えに来る。今から3年ほど前の実体験です。当時、歴史好きだった私は、某大手通販サイトのとあるショップで、家紋をモチーフにした小さなネックレスを見つけ、購入することにしました。それは一見すると、家紋だとわからないようなデザインで、花があしらわれ、吊り下げられた小ぶりのビーズが揺れる綺麗なネックレスでした。普段使いにちょうど良さそうだったので、手元に届いてからほぼ毎日愛用していたと記憶しています。日頃は外出時のみアクセサリーを身につける程度の私には珍しく、お風呂に入る時以外は常に身につけ、眠る際もそのままにしていました。ネックレスを愛用し始めてどのくらい経った頃か、私は悪夢を見ました。正確な内容は覚えていません。しかし、何か幽霊のようなものがいたことと嫌な感覚だけが目覚めた後も残っていました。ただ私はもともとよく悪夢を見るタイプですので、さして気には留めていませんでした。いつもなら天災や事故に巻き込まれたり、恐ろしく高い場所から転落する。そんな夢ばかりなのですが、たまには心霊的な怖い夢も見るんだな、くらいにしか考えませんでした。ところがこの日を皮切りに、幽霊の出てくる夢の頻度が増えました。3回に2回は、内容も覚えていない幽霊の夢です。どんな人物が出てきたのかも、どういうやりとりをしたのかも、全く記憶に残らないのに、確実に幽霊がいたことだけは感覚的に理解していました。さらに数日過ぎても、相変わらず頻繁に幽霊の夢を見続けました。やはり内容は覚えていません。が、あることに気づきました。ネックレスを外して寝た日は、幽霊の夢を見ないのです。様子見で外していた数日間は、ただの一度も幽霊の夢を見ませんでした。とはいえ、ネットショッピングで手に入れた普通のネックレスです。アンティーク加工が施してあっても、紛れもない現代のもので新品。いわゆる大量生産品に近いものでした。きっと偶然か気のせいだと楽観視した私は、とてもデザインを気に入っていたこともあり、何日かぶりにネックレスをつけて、そしてそのまま眠りました。夢を見ました。私は職場の倉庫で一人、商品の在庫チェックをしているところでした。倉庫に隣接した売り場からは、同僚たちの声が聞こえてきます。楽しそうなおしゃべりというよりは、不安げなざわめきのようでした。私のいる倉庫に同僚の女性 A が入ってきます。彼女が私に言いました。あのね、これから迎えに来るんだって。え？誰が誰を迎えに来るの？思わず私は聞き返していました。A は困りきった表情をしています。迎えに来るのは Y さん。誰を迎えに来るのかはわからない。今度はこちらが困る番でした。Y さんという人物が誰を迎えに来るのか知らないけれど、どうせ私には関係ないし、みんな仕事しようよ。そう思っていました。再び在庫チェックに戻ろうとする私に、倉庫の入り口近くに立っていた A が声をかけます。来た、Y さんだ。A に促されて、面倒くさがりながらしぶしぶ倉庫を出ると、そこに売り場はなく、がらんとした会議室のような場所でした。部屋の入り口とは反対側の壁に沿って、同僚たちが十数人、一列に並ばされています。何これ？列の中ほどに A と並びながら、異様な光景にひそひそと反対隣の同僚 B に尋ねました。探すんだって、迎えに来た相手を、これから。は？相手もわからず迎えに来るってこと。全然意味がわからない。B の方を向いたまま、あっけに取られる私の視界の端、ドアの小窓に人影が映り、静かにドアが開けられました。反射的にそちらを向いた私は、絶句しました。部屋に入ってきたのは、鎧兜をまとった白骨です。並んだ同僚たちはみんな一斉に下を向き、顔色を悪くしていました。その様子に構うことなく、鎧兜の白骨は、カシャカシャと小さく鎧を鳴らしながら、列の一番端に並んだ同僚の正面に立ちました。うつむく同僚の顔を下から覗き込むようにしているのは、相手を確認しているからなのでしょうか。皮膚も肉もない、むき出しの骨には、当然眼球も入ってはいないというのに。2、3秒置いて、ゆっくりと顔を上げた白骨は、隣の同僚の前に移動します。そしてまた、先ほどのように、うつむく相手の顔を下から覗き込んでいました。徐々に私の番が迫ってきます。ここに至ってようやく、私は自分が身につけているネックレスの存在を思い出し、遅まきながら危機感を抱きました。怖いというより、まずいことになった、と思いました。しかし幸運にも、私の2人ほど前の同僚の顔を白骨が確認している最中に、スッと私の目は覚めました。普段は忘れてしまう夢なのになぜだか今日は全部覚えています。思わず枕元に置いてあるノートパソコンで Y という名前を検索しました。Y さんという方は実在の人物でした。非常に有名な武将さんの重鎮として長く家に仕えた方のようです。私のつけていたネックレスの家紋は Y さんの仕えた家の家紋でした。ただし現在その家の家紋は変更され、当時の家紋は使用されていません。私はその日からネックレスをつけて眠ることをしなくなり、幽霊の夢も以来一度も見ていないのですが、今この話を書き込んでいる私の腕に鳥肌が立って消えません。冷房もつけていないのに背筋が寒いです。これってまだネックレスが私の手元に残っているからなんでしょうか。